五代醐天皇、五代醐天皇、五代醐天皇、1288年11月26日、昭和元年11月2日から1339年9月19日、延元4年8月16日は、鎌倉時代後期から南北朝時代初期にかけての第96代天皇にして、南朝の初代天皇、在位。 1318年3月29日、文法2年2月26日から1339年9月18日、延元4年、略王2年8月15日。ただし、以下で記述するとおり、歴史的事実としては在位途中に二度の範囲と譲るを経ている。意名は高春、鎌倉幕府を倒して、兼務申請を実施したものの、間もなく足利高氏の離反にあったために、 山と吉野へ入り、南朝政権、吉野朝廷を樹立した。大覚寺党、五田天皇の第二王子。聖母は、内大臣花山院質疑の養女、藤原忠子、断天文院、実父は、三位、五辻忠次。昭和元年十一月二日、千二百八十八年十一月二十六日に誕生し、昭和四年、千三百二年六月十六日に、 新能泉へ。加減元,元年、1303年12月20日に三子なり、信品。加減2年、1304年3月7日に、太宰卒となり、そちの宮と呼ばれた。また、徳寺2年、1307年5月15日には、中塚佐教を兼任している。徳寺3年、1308年に、寺明院党の花園天皇の即位に伴って、皇太子に建てられ、 文法2年2月26日、1318年3月29日、花園天皇の上位を受けて31歳で、戦争3月29日、4月30日に即位。30代での即位は1068年の御三条、天皇の36歳での即位以来、250年ぶりであった。即位後3年間は、父のごうだ法王が陰性を行った。 郷田法王の遺言状に基づき、はじめから、後醍醐天皇は、兄後二条天皇の維持である皇太子、国吉新皇が成人して皇位に就くまでの中継ぎとして位置づけられていた。このため、自己の子孫に皇位を継がせることを否定された、後醍醐天皇は、不満を募らせ、郷田法王の皇位継承計画を承認し、保障している鎌倉幕府への反感につながってゆく。 現行元年、1321年、郷宇田法王は陰性を停止して、五代醐天皇の申請が開始される。前年に、国吉親王に、男子、康人親王が生まれて国吉親王への、皇位継承の時期が熟したこの時期に、五代醐天皇実質上の辞典の君となったことは、大きな謎とされる。成中元年、1324年、 五代醐天皇の鎌倉幕府打倒計画が発覚して、六原丹大が天皇側近、日之助ともらを処分する政中の変が起こる。この変では幕府は五代醐天皇には何の処分もしなかった。天皇はその後も密かに倒幕を志し、醍醐寺の門下にや星正寺の縁管などの僧を近所に近づけ、玄徳二年、1329年には、 中宮野の,の御三祈祷と称して密かに関東長玉の祈祷を行い、幸福寺や延暦寺などなんと永山の寺社に赴いて寺社勢力と接近する。ただし、有力検問である西音寺家所生の神王は国吉、し、神皇系に対抗する有力な皇位継承者になり得るため、実際に御三祈祷が行われていた可能性もある。大覚寺等に仕える貴族たちはもともと、 国吉親王を支持する者が大多数であり、自明院頭や幕府も基本的に彼らを支持したため、五代醐天皇は次第に窮地に陥ってゆく。そして国吉親王が病で皇居した後、自明院頭の着手、和人親王が幕府の使命で皇太子に立てられ、上位の圧力は一層強まった。元広元年1331年、再度の倒幕計画が、 側近、吉田佐賀夫さの密告により発覚し、身辺に危険が迫ったため急遽、京都脱出を、決断、三種の人義をもって拒兵した。はじめ平山に寄ろうとして失敗し、笠木山、元京都府相良郡笠木町内に籠城するが、圧倒的な兵力を要した、幕府軍の前に落城して捕らえられる。これを、元行の乱、元行の変と呼ぶ。幕府は、 五醍醐天皇が京都から逃亡すると、直ちに廃位し、皇太子和人親王、皇言天皇を即位させた。捕虜となった五醍醐は、上級の乱の先例に従って、無本人とされ、翌元寇2年、正教元年1332年を祈祷に、流された。この時期、五醍醐天皇の御子森吉親王や河内の楠の木、正重、げ、張間の赤松の利村、 遠心な反爆勢力、悪党が各地で活動していた。このような情勢の中、五大五は、現行三年、昭京二年、1三百三十三年、縄長都市ら縄一族を頼って、沖島から脱出し、放棄戦場山、元鳥取県東白郡琴浦町内で挙兵する。これを追悼するため幕府から派遣された、足利高氏、高氏が五大五方に味方して、 六原短大を攻略。その直後に、東国で挙兵した新田義貞は、鎌倉を陥落させて、北条氏を滅亡させる。帰京した五醍醐天皇は、自らの大意と後本天皇の即位を否定し、後本朝で行われた人事をすべて無効にするとともに、幕府、石関を廃して、兼務の申請を開始する。また、寿命院党のみならず大覚寺等の着流である、 国吉新郎の維持たちをも、皇位継承から外し、本来防流であったはずの自分の御子常吉新郎を皇太子に立て、父の遺言を保護にして、自らの子孫により、皇統を独占する意思を明確にした。建武の申請は、表面上は、復古的であるが、内実は、中国的な天皇専制を目指した。請求な改革、恩賞の不公平。 朝礼誤解を繰り返す法令や政策、貴族、大事者から武士に至る広範な勢力の既得権の害、そのために頻発する訴訟への対応の不備、もっぱら増税を財源とする大大利建設計画、紙幣発行計画のような非現実的な経済政策など、その施策の大半が政権批判へとつながっていった。武士勢力の不満が大きかっただけでなく、訓家たちの多くは政権に、 冷ややかな態度を取り、また有名な二条河原の落書きに見られるようにその無能を批判され、権威を全く失墜した。また、倒幕に功績のあった森吉新王が聖意大将軍の地位を望んだために新王との確執が深まり、同じく天皇と対立していた高氏の進言を受けて、新王を鎌倉に配慮していい。兼武2年、1335年。 中仙台の乱の鎮圧のため直挙を得ないまま、東国に出向いた足利高氏が乱の鎮圧に付き従った少子に鎌倉で独自に恩賞を与えるなど神聖から離反する。五代醐天皇は新田義貞に高氏追悼を命じ、義貞は箱根、竹の下の戦いでは敗れるものの、京都で楠木正成や北畠秋家らと連絡して足利軍を破る。 高氏は九州へ落ち延びるが、翌年に九州で体制を立て直し、黄金上皇の因前を得た後に再び京都へ迫る。楠木正重は五代五天皇に高氏との和睦を進言するが、五代五天皇はこれを知りけ、吉沢だと正重に高氏追悼を命じる。しかし、新田、楠木軍は港川の戦いで敗北し、正重は内地西吉はとへ逃れる。 足利軍が入京すると五代醐天皇は、比叡山に逃れて抵抗するが、足利方の和睦の要請に応じて三種の人儀を足利方へ渡し、高氏は、黄金上皇の院政の下で、寺明院頭から、光明天皇を新天皇に擁立し、剣武式目を制定して、幕府を開設する。なお、太平記の伝えるところでは、五代五天皇は、比叡山から下山するに際し、 先手を打って常吉親王に上位したとされる。背帝五大五は幽閉されていた加山の意を脱出し、高氏に渡した人儀は偽物であるとして、吉野、源奈良県吉野郡吉野町に自ら主催する、朝廷を開き、京都朝廷北朝と吉野朝廷、南朝が並立す、南北朝時代が始まる。五大五天皇は、御子両親王や常吉親王らを、 新田義貞に奉仕させて、北陸へ向かわせ、金長新郎を清々将軍に任じて、九州へ、宗長新郎を東国へ、則長新郎を欧州へと、各地に自分の御子を送ってきた朝方に対抗させようとした。しかし、劣勢を覆すことができないまま病に倒れ、延元四年、略王二年、1339年八月十五日、欧州に至らず、吉野へ戻っていた。 のりながしんのう、ごむらかみ天皇二条医師、翌日、吉野金和王子で、朝敵唐滅、京都奪回を遺言して奉行した。去年五十二、万五十歳没。摂津国の住吉安宮にあった、ごむらかみ天皇は、南朝方の住吉大社の宮寺であるつもり市の、総言浄土寺において、後醍醐天皇の大奉要を行う。また、高氏は、 五代五天皇を弔い、京都に天竜寺を造営している。同時代では、早くも天皇側近の北畠近房が、人皇政党期において保守的区議官から、新政策への批判を加えている。五代五天皇は、大覚寺等の天皇、皇族の間で習得が求められていた笛を、慌たくちつぐ某、没後はそのいとこの藤井つぐみから習得し、さらに秘曲に関しては、 地下学人の大神影光から習得していたと見られている。特に、ラ・両王という部楽曲の一部で秘曲として知られた、アラジョという曲を愛好し、たびたびこの曲を演奏している。この曲は平時には太平をことほぎ、非常時には勝利を呼ぶ曲と言われ、現行の時にも宮廷でたびたび演奏されていた。このため、アラジョと倒幕を関係づける説もある。さらに、 五代醐天皇は、自明院党の天皇、皇族の間で習得が求められていた、美和の習得にも、積極的で、西恩寺稔県に懇願して、文法三年、1319年1月10日には、秘局であるジ尊ン・マミア学とヨ間マミサを、元行元年、1321年6月15日には、同じく秘局の石上流星と、上原石上流星の伝授を受け、 翌元孔2年、1322年5月26日には、秘局である拓木を実験が進めた不明をもとに、今出川金末から伝授されてい,い、実験が病のため、息子の金末が代理で教授した。しかも天皇が伝授で用いたのは、皇室の類代の名器とされた現状であった。3年、1328年2月16日には、でも、 天皇しか伝授を受けることができないとされていた、卓木の不外苦伝の伝授を金末から受けていた。直命である以上、金末もこれを拒むことができず、その事情を伝えられた、自明院島を象徴する秘伝が大覚寺等の天皇に知られたことに衝撃が走った。五伏見上皇は、日記の中で自明院島が守ってきた、琵琶の道が、緊張。 後代醐天皇に奪われてしまったと嘆いている。さらに綾野皇治ありよりから、西原の秘局を二条潮屋からは、神楽の秘局の伝授を受けるなど、積極的に各種の音楽の奥義を極めたほか、西音寺家や平等院、東大寺焦僧院から名器を召し上げて、自らのものとしてり、物質面でも内容面でも、両党鉄律以来大覚寺党、寺廟院党で、 独自の文化を築きつつあった宮廷音楽の統一を図り、自らの権威を高めようとしていた。五醍醐天皇は、演理、天略の地と称され、天皇神聖の時代とされた、醍五天皇、村上天皇の知性を理想としていた。天皇の死後や追号は通常死後に送られるもので、あるが、醍五天皇にあやかって生前自ら五醍醐の号を定めていた。これを、 よくりなといい、白川天皇以後しばしば見られる。また、第五天皇は、歌天皇の御子であり、五醍醐天皇は自己を、父、後宇多天皇の正当な後継者として位置づける意味で、命名したとする説もある。なお、五醍醐は分類としては追号になる。追号も、死号の一種とする場合もあるが、厳密には異なる。放漁後、北朝では、ストクイン、安徳天皇、 玄徳院、純徳院などのように徳の字を入れて、陰謀を建て祭る案もあった。平安期に入ってから、徳の字を入れた、漢風志号を建て祭るのは、入る先などで崩御した天皇の鎮魂慰霊の場合に、限られていたが、結局生前の意思を尊重して、南朝と同様、五代五とした。あるいは、その陰謀は、治政中の年号を、玄徳からとって、玄徳院だとも言う。 後代醐天皇の御子の名には通字として両が用いられている。その読みは古くから長、名が吉の両用に読まれてきた。江戸時代後期から第二次世界大戦までの時代には長の読みが一般的であった。長説の根拠は一条金義が表したと伝える意味な勲章の写本で森吉に森中と読みが長ぶりであることなどが挙げられる。 明治維新後の南朝中心憲章の風潮に乗って、南朝関係者を祭神とする神社、県務中高十五社が次々と建立され、明治2年、1869年には、森吉親王を祀る鎌倉宮、明治5年、1872年に、宗永親王を祀る井野屋宮、明治17年、1884年に、金永親王を祀る八代宮、明治23年、 1890年に、御事と両親を祀る、明治25年、1892年に、常吉神道を合使金崎宮の4つ神社が創建されたが、これらの神社では、すべて祭り神明を長と読むことで統一している。また、大正4年、1915年に、宮内省所領部が、職員のための内部資料として編纂した、両母要欄で、 例えば、森吉新能坊に、森永、新能は、かとの読み仮名を振っている。一方、大正時代の頃、1920年代から、歴史学者らの研究で、量を、よしと読む説が発表されていた。大正九年、1920年には、八代国春、昭和十四年、1939年には、平田俊春が、資料的根拠を示して、 よしと読むべきことを指摘している。その後、よし説の根拠として挙げられている資料には、八代と平田が指摘したものを含め、次のようなものがある。以上の論拠から、戦後の歴史学会においては、よしと読んでいたとの説が大勢となっている。各種書籍における記載もこれを反映したものが多い。古代語の意味な、実名、巫女たちのいずれかの字を与えられた人物。 三笹は、宮内庁により、奈良県吉野郡吉野町大あ吉野山麻等のおの、如伊寺内にある、東欧梁、島のおの三笹に事乗されている。宮内庁上の形式は延休。通常天皇陵は南面しているが、五代醐天皇陵は北面している。これは、北の京都に帰りたいという五代醐天皇の願いを、表したものだという。軍旗物語、大平記では、 五代醐天皇は、玉骨畑南山の苔に、マイマルも、金泊発音に北欠の天を、モチマンと遺言したとされている。皇居では、皇霊殿、九中三殿の一つにおいて、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。また、明治二十二年、1889年に同朝に、建てられた吉野神宮に祀られている。 五醍醐天皇が死を許して、漢字とした総持寺。神奈川県横浜市鶴見区には、五醍醐天皇の尊像、御琴儀などを法案する御霊殿がある。この御霊殿は、五醍醐天皇の六百年延期を記念して、昭和十二年、1937年に建立された。足利高氏は、五醍醐の母台を弔うために天竜寺を造営している。また足利義政は、 小圭明正久や吉田金友といった学者の意見に従い、東山山宗、源氏障子の東武道に古代後の遺廃を暗示して礼拝した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。